さて次ですね、資料の準備が終わった後ですね、まあ自動加熱もちょうど大体3分ぐらい以上かかってるのが終わってます。でこれ閉じるでいいです、このまま閉じる、うん。でそしたら次はですね、閉じて、でこれ飽和曲線ビーム電流で通常でオフセットゼロを確認した後に測定開始します。でこれちょっと待ちますね。ああできましたね。こんな感じになってればいいです。こんな曲線になってればいいです。でね、ダメな時はどうなるかって言いますと、この赤いのがギザギザギザって出ます。本当にこの形ではない形、明確に見てわかるくらいの結果が出ます。なのでその時にそんなのが出たら、もう一回測定してみて、それでもダメだったらちょっとあれですね、担当者にご連絡していただくしかないですね。各社にご連絡ですね、管理者、装置管理者にご連絡ですね。さてではここでうまくいきましたんで加熱はいいです。ではその次、加熱が良かったらこれを閉じます。 OK 閉じる。で次にですね、軸合わせいきます。ここに軸合わせてあります。これをクリックします。そしたら画面が変わります。で、ここで EMP をクリックします。うん、なりましたね。でその後にですね、操作盤を動かします。操作盤でのこのすぐ下にあるこいつのことですね、これですね。でどれを動かすかといいますと、まずここ1番、ここの真ん中のやつ、これを押します。アライン、ちょっとあれかな、見えづらいかな、こうした方がいいかな。これでこいつを押します。これをポチッと1番で、2番はこのファインビューというのを押します。こっちで、その次に3番に RGC イメージというのを押します。ポチッと。でそうしますと、こんな画面になります。もう1個でしょうか。ちょっと大変だね、ごめんなさいね、なかなかね大変なんだよね、行ったり来たりしないね。こんな画面になります。できましたね。で、本当はここにね、丸い円が見えなきゃいけないです。それが見えてないですね。この時どうするかって言いますと、それはですね、その前にちょっとあれか、一応ここも確認ですね。電子フィラメントがチルドになってて、で、これは45度も一応確認してください。で、ここに出てないですね。これどうすればいいかって言いますと、実は、コントラストとブライトネスが調節しなきゃいけない。ここに操作盤のところのこのコントラストとブライトネスがあります。ブライトネスどうせならおそらく電流値に分かってくると思います。まずコントラストからにしてみましょう。コントラスト回してみます。回していきます。うまくいきましたね。ちなみにですね、こんな風になります。コントラスト回す。でブライトネスもちょっと一体レーダーから回してみましょう。そうするとどうなるかって言いますと、うまくいかないな。この真ん中のところだけがちょっと見えづらいかもしれないんですけど、こう白くなります。ああ、分かりますね。こんな風になります。で、まあ、これはね、ブライトネスは同じぐらいでいいです。外側の明るさと。うん。で、なので、ブライトネスこのぐらいにして、このぐらいにしてもらって、で、あとはコントラストですね、を変えると。
名前高くなくてもいいです。なんかちょっと軸ずれてる感じがするな。見やすい大きさで見てください。うん、こんなもんかもしれないです。で、真ん中にあるようにします。これがこの白い、なんていうの、白いやつちょっと上側にある気もしますね。そしたら、ここの XY で決めます。 X これですね。まずね、操作する場合には、数値を変える場合には必ずメモっといてください。何でもそうですけど、動かす前には必ず数値をメモる。で、元に戻せるようにしてください。これをね、やらずに私はね、結構いろんなところでポカしたことがあります。まず X、ここが10ですね、マイナス10ですね。で、Y が86です。こうやって数値を変えるときは、変える前の状態をメモっておいてから変えます。で、まず、Y 軸がちょっと高いですね。なので、ちょっと減らしてみましょう。下がるかな？逆かな？あ、いけてますね。真ん中ぐらいになってきましたね。うん、じゃあ YX 軸はまあそこそこいい気がしますけど、もうちょっと変えてみましょう。うん、こんなもんじゃないかなと思いますね。だいたい均等な長さ、均等な長さ、いい感じな気がします。まあこんなもんですね。で、次ですね、電子重フィラメントのボタンを押します。ここにあります。これに変えます。で、この値をですね、なんか他のマニュアルだと95とかではついてるけど、もう一個のマニュアルに75って書いてあるんで、ゆっくり75にしてください。これをね、あまりやりすぎるとガガガって大きく変わっちゃうんでね。で、75にします。で、ちょっと出てないので、ブライトネスとコントラストをもう一回ちょっと変えてみます。で、これも大体同じようになる方がいいです。出てきましたね。で、まあおおむねいいですね。うん、変更はないのでこれでいいです。では元に戻します。まずこれ逆の手順をやります。まず45まで下げます。わー、明るいですね。45、私の目が悪いんで、ブライトネスがちょっと明るすぎるんで、まあこれはあまり、明るすぎるんで、ちょっと小さくしていきましょう。これぐらいのもいいかな。まあちょっとあまり大きくてもしょうがないんで、見やすい大きさにしていきましょう。こんなもんですかね。うん、こんな感じですね。で、これでいいです。で、これで光軸の調整は完了しましたね。そしたら次は測定のモードになるようにします。まず、この操作盤ですけど、これありますね。これの3、まずここら辺を押します。これですね、これ。RDC イメージを押して、そしたらね、枠消えるんですよね。さっきのやつはね、マークがね、つかないかな。で、2番。クイックビュー押しまして、で、次3番がスティグマですね、押します。こんな感じです。あれ、私なんか忘れてないかなというのはちょっと心配になってるんで、今ちょっと見直してみますね。問題なさそうな気がしますね。はい、これちょっと待ってくださいね。よしと、こんな感じになってますね。はい、これちょっと、よし、いけてますね。そしたら次はですね、 NOR にします。 NOR ボタンをポチッと。で、これで像が観察できるようになります。まあ今回はいいです。で、この後にちょっと私の個人的なあれなんですけど、これの PDC でビームシャットしてきます。ここで、やっておきます。 OK。 で、次ですけど、資料交換のボタンを押します。これですね、資料交換のボタンを押します。ポチッと。資料交換のボタンを押しました。じゃあ資料交換に行きましょう。で、資料交換はね、これでやります。ちょっ
と分かりづらいかな。もうちょっと下げたいね。こんなもんかな。もうこれ以上下げられないかな。あ、いけるね。こんな感じですね。でですね、まずですけど、あ、俯瞰にした方がいいのかな。ごめんなさいね、ちょっと俯瞰にしますね。これをこうした方がいいのか。こういうのがいいのかな。こうしたら分かりやすいかな。こうしますね。で、ここがトランスファーに関係してきます。私の姿がどれだけ映るかちょっと気になるんですけど。で、ですね、まずはこれを上げます。スーッとね、ちょっとね、動きすぎちゃったんで、もうちょっと丁寧に上げてください、皆さんはね。ごめんなさいね。で、この後にこれをですね、奥まで、あ、本当にカチッてなるんですね。これカチッてなったかな。もう一回ちょっと見てみますね。この時はね、こうやって戻します。ここを引いて、見えないかもしれないですね。カチッてなると思います。あ、なりましたね。こんな方がいい。動画ではちょっとね、この位置からだとすごい分かりづらいかもしれないですね。もうちょっと近場に寄ればよかったかな。で、高さを高くしてこれですね。あ、これの方が良かったかもしれないですね。これだと手元しか見えないですよね。向かってみましょうか。戻すときはですね、ここを引きながらこうやってやります。ね、こんな感じですね。まずこれを、で、これをまず上げてカチッていくと、うん、これいいです。そしたら、これをですね、奥まで入れます。ですね、分かりづらいな。ここにね、ロッドがあるんですね。このロッドが。これを奥まで入れます。奥まで。奥まで。ね。そしたら、奥まで入れましたら、尻を左に回します。これをですね、こっちに回します。左に。こう。そしたら、引き抜きます。で、最後まで引きます。最後まで引きます。うん、いけますね。こうなります。そしたらまたちょっとこっちに戻ります。高さをどんどん変えたり戻したりがめんどくさいんで大変なんですけど、こうなりまして、で、どうなっているかというと、これで、でですね、ここの表示にあったサンプルの表示がこっちに映っています、実は。うん。で、その次にですね、このベントをします。このベントですね、これをします。その前にちょっとあれかな。あ、いいか。で、これを押すとですね、このサンプルホルダーのところがね、こちらで言うとここのところが待機になります。で、ここにもうベントのランプがありますんで、これも対応してます。まあ、とりあえず今これ光ってなかったですね。で、これがね、光りますんですね、押すとね。まずやってみましょう。まずこれでベントボタンを押します。もちっと。良いですか?出るので OK します。で、ちょっと待ちます。ここはね、ちゃんとね、動画で映ります。まず、ガンのところのあれが、シャットされて、で、ここもちゃんとシャットされます。今、ベントをしてますね。色もちゃんと変わってますね。うん。で、ここも点滅してますね。ちゃんとね。で、これは点滅終わるまで待ちます。点滅が終わるまで待ちます。うん。で、ですね、こっちも点滅が終わるのを待ちます。まあ、終わってるからいいですね。両方とも点滅するのがなくなるまで待ってください。そしたら、これ開けます。ここのやつをね、開けます。もうちょっと上に上げるかな。ガラガラガラ。で、極超的なところだけしか見えないようにして、ここかな。で、こうします。ね。こうしていきましょうね。それで、
ここをですね、開けます。で、この中は真空なので触らない、素手では触らないでしょう。で、これは標準がものがついたやつです。触っちゃダメですよ。これをですね、取り出します。ちょっとな、もうちょっと奥まで見た方がいいよね。こんな感じにしておきましょうか。様子が見えた方がいいもんね。よかったもんね。もうちょっと違ってますか。ですか。これでいいかな。でですね、これはどうやって取り出すかっていうと、奥まで見えた。これはどうやって取り出すかって言いますと、これをちゃんと持っていて、で、これをスッと前に出します。で、これで取れます。これでこのところに、標準種類がいっぱい載ってます。それでこれ今さっきのやつです。方向はこっちです。この金色のやつがついてるこっち、こういうふうになります。で、入らないのでちょっと前に出します。これを見てくださいね。前に出しますよ。ちょっと前に出します。で、出しすぎると落ちちゃうんで落ちないように気をつけてください。で、これをもし出したかな、これをこういう感じでスッと入れます。で、スッとこういう感じで入れます。いいですか。気をつけてくださいね。ちゃんとここでもう保持してるのを見ててくださいね。見えづらいと思いますけど、で、ちゃんとやります。そしたら元に戻して、で、この中に入れます。ますね、こんな風になってます。で、ちゃんとね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 って見えるようになってます、こちら側に。まあちょっと分かりづらいかもしれないですけど、 1,2,3,4 をこっち側に入って 1,2,3,4 になるようになってます。ちょっと分かりづらいと思います。それでも確認できますんで、で、これを落とす。 で、あとね、この周りのところもゴミついてないかどうか見ててください。ここにね、ゴミがついてたりで、ここの間にゴミがあって真空引けなかったってことがあります。ここのところとかね、この周りのところとかあります。引けなかったことがあります。誰かが綺麗にやってなくて、そういうことがありました。で、高さも気をつけてくださいね。入らなくなりますからね。高さも気をつけてください。で、これでこうして、ちょっと待ってくださいね。こうして、で、これでこうして、で、こうすると。で、これでいいです。はい、じゃあ次ですね。次はこっちに持っていって、ふぅ、大変ですね。こうですね。よし、はい、よいしょっと。ふぅ、大変だ、大変だ。よし、うん。そうしましたら、次はですね、この E バキューのボタンを押します。はい、で、真空引きます。で、していいですか。で、イエスします。 OK で、待ちます。で、E バキュー見ている間に、先ほど取り出したあれですね、あの表情資料片付けましょう。セッティですからね。表情資料汚れると嫌なんで片付けてみましょう。待ってる間、こっちもですね、実はイバキュで光ってます。これはなくなるまで待ちます。まあその間にやることはありますんでね。このさっきデシケーター、このサンプルをですね、片ちょっと置いておきます。ですね、どうするかと言いますと、まずここでこういうふうにしておいて、先ほど大きなフォルダが入ってたところに入れていればいいです。この中に、この中に入れとけばいいです。ここの触らないようにして入れとけばいいです。で、デスケートのところに戻す。こっちのデスケートのところに戻す。いいですね。デスケートのところに戻す。で、真空引き引けばいいです。シングビギーすればいいです。
ね、真空的にこいつはコツがいります。これで引いてるんですけどね、これで引いてるんですけど、ちょっとコツがいります。まずですね、これは開いてますね。あ、開けときましょうか。開いてます、開けますね。で、これ閉めときます、ちゃんと。で、あとここにこいつの毛があります。これを入れます。パチッ。これ真空だと音がおかしくなるんですよ。で、まあそろそろ終わりなんで、まずですね、これを閉めます。で、おかしくなりますね。で、すぐにこれを切ります。で、その後は待機に開放します。ここにあれですわ、オイルが逆流し、蒸発しかないようにするために、ここを待機にするんですね。締めで待機です。で、これで一応きれいに保管できますので、保管しておきます。で、ちょうどですね、それが終わる頃には実はここのベントのエバキューのボタンがですね、ちゃんと位置が悪いな、エバキューのボタンがですね、ちゃんとずっと常時点灯してます。で、こっちのエバキューの方もちゃんとなってますね。こうなってますね。うん。そしたらですね、次サンプルを入れます。今、ここにありますからね、これをここに持ってきます。どうするかと言いますと、これをやるんですね。また上げて、で、これでこうしましょうか。いいですね。で、やりましょう。で、まずはですね、入れます。最初ね、非常に入れにくいので、ゆっくり入れればいいです。ゆっくり入れていけばいいです。ゆっくり入れていきます。ゆっくり入れていきます。ちょっと硬いので、ゆっくりゆっくり、ちょっとうまくいかなかったらゆっくりやればいいです。あれ、うまくいかないですね。ちょっと一回引きましょうか。もう一回ゆっくり。あ、硬いな。ちょっともう一回やってみましょうね。もう一回やってみますね。あ、いけましたね。で、いけたら右に回します。で、これはちゃんとこうなってます。その後に引きます。戻ってきちゃうんだよね。で、これでいい。できましたね。そしたらですね、こっちに戻ってもらって、一旦。で、これで、こうしますね。いいですね。そしたら、今使ってるのはこのタイプなので、これにします。フォルダをね。これにして OK します。で、次にホーム位置のボタンを押します。そうすると測定のホーム位置になります。うん。で、もうホーム位置まで移動したら、これは必要ないので、ちょっと戻しておきましょうかね。これね、これはここを引っ張って倒すことができます。ちゃんとここを引っ張ってるのを忘れないでね。もう一回見せますよ。ここをちゃんとね、引っ張ってますからね。うん。で、畳んでます。忘れないでしょうね。よし。さあ、これで次にサンプル1ですね。そこまでやって、ちょっとあれですね、切り替えましょうかね。次ですけど、次は右の方に移ります。右の方、これよいしょっと、右もちょっと大事なところですね。よいしょっと、ありますね。で、右の方にモニターっていうのがあって、これを押します。
M モニターを選択してこれを押します。で、画面が見てきます。うん、で今ちょうどセンターなのでセンター位置の方が見えています。それで、ここにね、実は十字が見えるようになります。これはね、まだフォーカスが合ってないんですね。で、フォーカスを合わせるかというと、実はこの操作盤のところのこれ、ここにこれがトラカボールで XY で、これは Z 軸です。で、これを回します。これを回すと変わります。こうやって回してきます。で、ちょっと見てもらおうかな。そうするとですね、回していくと Z 軸の高さを変えていきます。で、ぼやけていったらそれ逆の方向ですね。ぼやけない方向に行きます。画面がはっきり見えるようになります。で、十字も見えてきます。この十字は見えますね。ちょっと基板と重なって見えづらいところもありますけど、ちゃんと十字が見えてきます。ここにこうやって、あとここにも本当はもう一個見えるはずなんですけどね。この直角側、あ、ここか、本体側が見えます。ちょっと場所が悪いですね。ちょっとグラス変えてみましょうか。あ、こうやって見ると見えますね。基板と一緒に重なって見えづらいんですけど、このタイプはこんなのあります。で、ちゃんと十字はっきりするところに見てください。で、これがうまくできると、そうですね、これがうまくできるとプラスマイナス、1マイクロメートルの精度で合わせられます。高さがちょっとね、これをビデオ撮りながら見るのは難しいですね。反対側まで見えないのはよくないですね。十字はね、綺麗に見えるはずなんですけどね。ちょっとね、しょうがないですね。私の目も悪いんで、こんな感じですね。うん、ちょっと見えづらいと思いますけど、ちゃんとこう十字が見えてると思います。うん、見えてると思いますね。うん、で、こんな感じですね。で、これでいいです。で、あとはどうしても見えない時っていうのがあります。その時どうするかって言いますと、このモニターの方でですね、一応ですね、セム像も撮れますんで、セム像も見るということができます。で、どうしても見えない時はまずここの PCD っていうのをチェック外して、で、これ画面出てますね。で、これ白く飛んでるのは何でかって言いますと、おそらくこの操作盤で、操作しないといけないところですね。あの、フォーカスとコントラストが合ってないです。で、それどうすればいいかというと、ハンダルでして、ここにあります ACB とオートフォーカスのやつを押します。そうすると見えやすい像に自動的にしてくれるはずです。もちろん倍率は低くしといた方がいいですね。うん、真っ白に飛んでるままだな。像画面がうまくいってるのに真っ白に飛んでるままだな。あれれれれ、おかしいですね。 ACB を押してもダメ。それだったら一つ気になってているのはフリーズのボタンかな。まあ、ちょっと ACB とまだ回しましょうか。うん、あ、フリーズは関係ないですね。うん、ごめんなさいね、これ出てくるじゃないですね。ちょっと待ってくださいね。コントラストを変えてみましょう。ちょっと自分で手で変えてみますね。白く飛んでるな、なぜだろうな、なぜだ。これで見えるはずなんですけどね。おかしいな。方角モニターがちゃんと映っている、そして位置が合っているにもかかわらずセム像が見えない。うむ、なぜだ。ちなみにですね、フォーカスとマグもあるんですけど、マグはね、高くしない方がいいですね。あ、なんか今フリーズのボタンになってるな。じゃあ私はフリーズしてしまったのかな。ちょっとフリーズ解除してみますね。うん、あ、そうですね、フリーズのためですね。で、マグニチュードはですね、低くしておいてください。うん、像がわからないってことがあれですけどね。で、
この右側の M モード対応付けたかったら、400倍にするといいです。この、あの、光学と同じようにしたかったら、これをですね、400にすると、だいたい一致したやつが出ます。でもちょっと今これ出てないので、もう一回やりましょう。ACB をもう一回押します。オートフォーカスね。ちょっと今出てない理由がよくわかんないですね。出ないのは分かんないな。おかしいですね。ちょっとなんで出ないのか聞かなきゃいけないですね。あれ？ちょっと待ってくださいね。なんでだろう。サンプル位置は合ってる気がするんですが、なぜだ。なぜなんだ。もう一回 ACB ちょっと押してみます。本当はこれでセム像が見えるというようにしたかったんですけどね。普段は見えるんですけどね。なんでですかね。ちょっと不思議ですね。ちょっと待ってね。PC で切って一回ホームちゃんと押してみますね。ホーム位置は問題ないですね。ちょっとこれでうまくいってないので、まあこれ本来はうまくいくんですけど、ちょっとトラブっちゃいましたね。まあそれはちょっと管理者にこれは聞くしかないですね。しょうがないですね。よくわからないな。まあ普通はね、これで見えるはずなんですね。MO が見えているので、方角が見えているので問題ないんですはずなんですけどね。方角見えてれば動くんですけど、セム像が見えないのは何だろうな。ちょっと気になりますね。なぜセム像が見えないんだろう。なぜだ。なぜ見えないんだ。もしかして、いやでもそんなことはないはずだな。フォーカスが間違ってるとかかな、私の。欲しいな。 ACB でやれば出るんですけどね。まあちょっとここで迷っててもしょうがないか。まあしょうがないですね。これの断面とかにちょっと行ってみますかね。ですね、実はここのボタンのコースの C を押すと早く動かせになります。でちょっと今早く動かしてます。で、あのこいつの断面を見ようかなと思ってます。でちょっとコース外して、これですね、こう、あ、ちょっと見えてないか。こういう断面ちょっと見てみようと思います。これだったら見えるかもしれないですね。ちょっとね、何で見えないのかよくわかんないですね。ちゃんと動いてるのがちょっと怪しいです。で、ですね、なんでこの、そういえばつけたまま見ちゃったんですけど、この PCD 毎回閉じるかって言いますと、電子線を当ててるとですね、炭素積もっちゃうからなんですね。だからできるだけ必要な時以外は電子線当てない方がいいです。で、ACB をちょっと押してみるか。見えてきましたね。やっぱり白く飛んでるだけですね。ごめんなさい、サンプルによってはね、うまくいかないことがありますね。で、まあフォーカス変え、自分の手で変えたりとかしていくということですね。こういうふうに見えますね。で、見えます。で、こうやって何があるのかが分かりますんで、セム像も有効に活用してください。
ちょっとね、何で見えなかったのか分かんないですね。不思議ですね。ちょっとね、そこはまあ不思議なところです。なんで見えなかったのかがちょっと不思議。今ちょっと絶頂軸調節してますけど、まあちょっとうまくできないですね。私の目も悪くてカメラ挟みながらだとちょっと難しいですね。まあとりあえずこれでちゃんと見えますんで、こうやってやってください。うん、でですね、フォトっていうのをクリックすると画面セーブすることができます。でフリーズされてる場合はフリーズのボタンを押せば解除されます。画面が動かないなと思ったら、フリーズ確認してください。であと、こちらの、高額のやつ MO ですね。これと対応する倍率は400です。今上げてきます。フォーカスの合っているときに対応するのは400です。あの高さが合っているときに、これとこの図とこれが大体合います。合いますんで、それもちょっと覚えておいてください。でですね、スケールが表示されるんですけど、ちょっとね、いくつかありまして、あと他にもここに出てるですね、スケールで、ここの幅がこのスケールですから、撮るときには、画像撮るときにはこの幅の長さ同じになるようにしてください。それをですね、守れない人が結構いますね。で、同じスケール撮ってるんだって言っても、ここの幅が違うのにそれ議論できないんです、実は。だからちゃんと少しずつ変えていくか、この倍率ちゃんと同じになるようにするってことです。倍率同じになるように撮る方がいいですね、間違いないと思います。で、ちゃんとやるってことですね。で、使うのはこのフォーカスとか、あと ACB こいつとか、これですね、これとかフォーカスとかですね。間違ってもこれ使ったりとかしないでください。で、あとマグニファイはこれです。倍率はこれです。これを回して倍率が割ります。ちょっと説明遅れました。で、まあ私は低倍率にしておくのが一般的です。一般的に私は好きです。で、その次にこれをちゃんと通しておく、常に当てておくとなってしまいますので、当てておくと大変なことです。大変ですが、チリじゃなくて炭素が詰まってしまうので、炭素が成長してしまうんですよね、電子ビームで。なのでそれを避けるためにやります。で、まあ今ちょっとやってますけど、位置合わせしてます。高さちょっとね、すいませんね、ちょっとガチでちゃんとやりたいんで、まあ、なるべく綺麗な面を選ぶのがいいですけど、難しいかもしれませんね。あと平たいところですね、綺麗に。まあちょっとこれ、斜めってるんですね、きっとね。で、綺麗な面でっていうことですね。で、この小さいね、刻みが、10マイクロメートルごとになってます。それもこのチェックしてください、参考にしてください。まあいいかな、うん、このちょっと見えづらいと思うんですけど、これはね、10マイクロメートルごとに刻んであります。で、まあ Z 位置も調整しました。線分像で見て Z 位置も調整しました。で、この後に分析のシークエンス、例えば定性とか線とか面とか定量とかに行きます。まあちょっと一旦これで区切りがいいので、これで止めますね。よいしょっと。